それでは、オートデスク株式会社主催のウェビナー、設計フェーズ MIM 連携5社オンラインセミナーの初回の発表を始めてまいりたいと思います。オートデスク株式会社技術営業本部で、技術営業部のマネージャーをしております菱田が発表いたします。今回は5社のセミナーでして、日赤サーベイ様、生活産業研究所様、構造システム様、泉システム設計様、との合同セミナーになっております。後ほど詳しくご説明いたしますが、レビット2021最新版におきまして、同梱しました、この日本仕様のサンプルモデルを用いて、どういうふうに設計を進めていくのか、各設計フェーズに沿って、どのように各社様のツールを使って進めていくかというところを発表してまいります。盛りだくさんになっておりますが、まず、なんでこういったことをオートデスクが進めているのかという背景の部分、国土交通省主導の BIM 活用について、そして、レビットの新機能紹介であったりとか、最新のコンテンツのアップロード先のご紹介で、先ほどお見せしましたサンプルモデルの工夫ポイント、あとは、皆様に、サブスクリプションユーザーの方々にご提供しておりますレビットエクステンションについてご紹介して、最後に、パートナーソリューションについて、さらっと、ご紹介するというふうな流れでお話ししてまいります。では、まずはじめに国土交通省主導の BIM 活用について。BIM 推進会議で、このような上に並んでいますように、各フェーズでどういうふうに BIM のモデルを作っていけばいいか、そういう、ガイドラインが示されました。これは非常に画期的なことかなと思っております。で、その際に、各設計フェーズの呼び方自体も国際的な標準に則りまして、S0、S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7 というふうに区分けしております。で、それぞれのフェーズで、ここは BIM で入力してほしい。ここは2次元であったりとか、また別の方法で良いというようなことが示されております。また、ライフサイクルコンサルティング業務という今まであまり聞き慣れないような業務が出てくるんですが、こちらは、設計を終えて、施工のモデルを作り、で、実際に例えばこれまで竣工図というような形で二次管理に使っていた 2D の図面等があると思うんですけれども、それがじゃあ BIM になった時に BIM を使った二次管理どういうふうに進めていきましょうかというところで、そういう、どういう運用、デジタルツインと言われるような3次元モデルをどういうふうに運用していくかというようなことを取り仕切る業務というのが新しく発生しました。で、そこに、すごく現れていますように、右下にあるような BIM を立てて、もう走り切ってプロジェクトを、なんとか成立しました。でも、アズビルトでどういうふうに建物ができているのかっていうのは実は誰も知りませんという状況ではなくて、設計の、企画から施工、そして維持管理まで、ちゃんと情報が受け渡されていって、で、それが、資産になっていく、世の中の資産になっていくということを想定しております。で、細かく見ていきますが、ここは、国交省が進める部分ですね。実はこの、今右に示していますスライドとは別に、民間主導で進めてくださいと。いうような内容。例えば、BIM の人材育成であったりとか、他にも BIM を使った確認申請であったりとか、様々ございますが、今回は、お時間も限られておりますので、国土交通省が主導する BIM 活用についてお話しいたします。で、全部で工程が1、2、3というふうになっておりまして、一番上から一番下まで進んでいくと。で、すでに実施されたものとしては、一番上の標準ガイドラインですね。先ほどのページでお示しした内容です。では、この工程3、最後、どういうふうなところまでこのプロジェクトが進んでいくかというところを説明しますと、結構センシティブといいますか、BIM を活用した場合の契約とか業務報酬についてお話しいたします。左側の図で示していますように、BIM はフロントローディングであるというふうに、いうことが多いです。変更した際に、コストインパクトが少ないのは基本設計だったりとか企画初期段階であって、そこに、労力をかけることによって設計コストを抑えつついいものが作れる。ただ、これは、
業務報酬が今まで通り、基本設計であまりその設計費をもらえないような状態になっていると、絵に描いた餅になってしまいます。ですので、最終的には、ビムを使った場合にフロントローディングをどんどん進めていって、で、どういう報酬になるべきか、そういったところが、議論される予定になっております。で、ガイドラインについて、こちらは、繰り返しになるんですけれども、単独の建物ではなくて、複数の建物でのビム活用。で、建物の中のモデルもぶつ切りされた干渉チェックだけのものではなくてですね、各段階で必要となるビムの形状と属性情報を整理しようというふうに進めております。で、今まさにモデル事業という名のもとに、国土交通省が補助金を出して、ビムを使ったプロジェクトを募集いたしました。今ちょうど選定をしているところでございます。で、その一つ大きな提出物、その補助金をもらう上で、こういった書類を提出してくださいと言われているものの一つに、ビム実行計画書、BEP と言われるものがございます。これは、設計事務所さんが設計モデルを、作って、それをどうやって、施工者さんに渡すべきなのか。左上に示しています、このダイアグラムは、今までは、設計だったり、そのフェーズが移るたんびに、情報量が、紙にまとめることで、どんどん減ってしまっていて、設計意図の伝達っていうのがうまくできていなかったところを、ビムを使うところでそれがスムーズにいくはずですよねというところを、示しております。ですので、現状、もう正直ベースで言うと設計事務所の設計モデルは合ってるかわからないので、施工者さんがゼロからビム作り直しますというふうになってしまっているので、そうならないような、取り決めですね、を文書化したものが、ビム実行計画書と言われるものです。また、EIR。こちらは、発注者様が、プロジェクト情報をどういうふうに管理していくかというようなところの、ひな型でございます。例えば、設計図書の優先順位っていうものがあるときに、例えば見積要領書がまず優先順位と分けて、次に特記仕様書。で、そこに記載がなければ設計図、標準仕様書を見てくださいとかなっているんですが、じゃあ、ビムは、どこに入るのか。要は、不整合があったときに、どっちが優先されるのか、みたいなところが、決まってまいります。で、竣工モデル定義というところで、竣工図。さっきも、ライフサイクルコンサルティング業務のところでお話ししたように、2D のこういう、系統図だったりとか、紙ベースで大量の、図面を管理していたところが、竣工モデルという 3D になります。そういったときに、どういう情報を、ビムのモデルに入れていくことで、維持管理しやすいのかというようなところを決めていく、フェーズがございます。で、最後ですけれども、じゃあその竣工モデルを作るときに、だったり設計、モデルを作るときにもそうなんですが、メーカーさんですね、部品メーカーがどういうふうに、モデルを提供したらいいんですかというところを、示す必要がございます。で、ここが、オートデスクとしても実は建築だけではなくてですね、製造業のお客様も大量におりますので、製造業向けセミナー、を実施したりもしております。ですので、今現在各メーカーさんとデビットファミリーの作り方について、ユーザー同席のもと提案調整しております。で、フロントローディング。こちらよく見ていただくと、実施設計に従来の設計プロセスだと、山が来ていて、理想的なプロセス、赤の斑線のものは、基本設計とか企画設計に重きが来ているのがわかるかと思います。じゃあ、これをもうちょっと具体的に、調査されている例がございましたので、ご紹介します。ダイハース工業様の、伊藤様の記事より引用しております。IT メディアに、IT メディア様に掲載しているものですが、実際のプロジェクトで、どういうところで設計の認可がかかっていたかというものを、整理されております。で、これを図示しますとこのようになりまして、大体実施設計の終わりぐらいにピークが来て、で、赤で書いてますのが鉄骨情報加工の認可、青が鉄骨、建て方業者の認可を載せておりまして、そういうディテーリングの部分っていうのはかなり施工の方、もうむしろ、施工の、ちょっと中盤というか、建て方がもう始まったところでも、検討しているというふうになっているのが現状のようです。ですので、そういう、山が実際に施工の方で設計が、終わっていないというようなことも、
示していただいております。で、じゃあワークフローを整理しましょうというところで少し図が細かいので、まあこれはざっと絵として見ていていただきたいんですけれども、Vim ワークフローというものを Revit ユーザーグループの方で整理いたしました。で、青とか、まあ緑で書いているのがタスクですね。で、青の方が Vim でデジタルデータとして存在しているもの。で、どんどんそれが後半になるについてデジタルになっていくというところも、この図だと面白いんですけれども、特にこのピンクで、伝えている情報伝達っていうところですね。これが、部門をまたいで、情報をやり取りしているというところになります。で、まあ、これ、さっきのものがちょっと細かいので、もう少し、くくってみますと、なんとなくですが、基本、設計の前に企画設計のところで、接種や敷地と対話して、情報を視覚化する。で、そのあたりから複数のスピーディーに作成レビューし、で、分野間のシステム統合、衣装、構造、構造設備。で、最後に、異分野間のシステムを統合して、施工性を加味して図面化する。まあ、これがある意味理想のワークフローになっているかなと。で、今回、特に、注力するのが、このフロントローディングしたときに、企画から基本設計、実施設計っていう、まあ、S2、S3 で、まあ、一部 S1、S4 っていったところに負荷が、来るようになりそうです。で、そういった際に、まあ、もちろんこれまで通りのツールで行ってもいいんですが、 Vim の良さを生かすために、こうした、各専門分野の方々の、ツールを使っていただいて、で、すごく整合性が取れたいいモデルを作って、施工にうまく引き渡していこうよというようなところを、示そうとしております。では、Revit の2021の、新機能について、まあ、簡単にご紹介いたします。毎年、いろいろな有意義な機能が追加されているんですけれども、プラットフォームと言われる基本機能から、建築、衣装に関するもの、構造に関するもの、設備に関するものを更新しております。で、まあ、全部説明するお時間は今日はないので、少し抜粋してご紹介すると、傾斜壁。これはね、Revit の場合は垂直な壁しか書くことができませんでした。それで、まあ、建物のスタイルによってはそういうわけにはいかないようなケースも出てきたところで、今回そういう傾斜壁を簡単に書けるように、機能増強いたしました。具体的にお見せいたします。まず壁を書いてですね、で、そこのプロパティの部分に、この断面、垂直というようなものがあります。で、そこで斜めを選択いただくと、角度を選んで、その壁を、作っていくことができます。ここで、斜めの壁が生成されました。で、まあ、すごくシンプルな、まっすぐな壁ももちろんそうですし、まあ、ちょっと変わった形状という意味で、円弧を描くような壁。こちらに関しましても、同様に、この、傾斜壁を設定することができますので、まあ、このようなですね、ちょっと優秀性が高いような、壁も作図することができますし、Revitの場合は、その壁の一部に、カーテンウォールというものがございます。で、そこの、設定ですね、壁の書き方等を今お見せしていますが、自由に、そういういろんな種類の壁を、立ち上げて、で、まあ、さっきの角度もマイナス15度だったり、その角度の方を数値入力することで、逆側に傾斜するような壁も表現できます。はい。で、先ほど申し上げたように、この壁ですね。まあ、じゃあ、標準壁もありますし、例えば、まあ、ガラス等を設定することもできます。このような、出来栄えですね。まあ、これまでも、実はこういう斜めの壁を描く方法っていうのはあったんですけれども、より直感的にそういった、モデリングができるようになりました。で、もう一つ大きな、機能強化かなと思うのが、リアリスティックビューの機能向上です。あまり、
なんて言えばいいんでしょうね。ビジュアライゼーション、そのプレゼンテーションのためにビームを使うというようなところ、すごく、初歩的なところですけど、すごく威力を発揮するところでした。で、オートデスレビットの方にも、リアリスティックビューという機能があったんですけれども、そこの描画速度ですね、が10倍に、速くなっております。また、自動露出調整であったりとか、マテリアルを最適な状態に、設定できるようになっていたりというところで、もう、ある意味、レンダリングというか、パッとした検討として出すものには恥ずかしくないようなものに、まあ、なっております。例えば、これは今回同梱したサンプルモデルを、まず屋上から見ているところです。このように機械、設備に関してもモデルがこう綺麗に並んでいると、まあ気持ちがいいというか、外から機械室が見えませんよねというような検討にも十分使うことができますし、あとは、これ、まあ、リアルタイムで見せていますけれども、これくらい遅延なく、モデルがどういうふうに、実際に立ったら見えるのか、そういったふうな検討に使っていただけるかなと思います。で、最後が自動設計の部分。設計の初期段階、まあ、もし、お施主さんだったりとかから、じゃあどういう案が一番いいのと、もちろんセンスでも作るというやり方もあると思うんですけれども、ある程度そこに論拠が欲しいような時に、この、ジェネレーティブデザインというオートデスクが提唱する遺伝的なアルゴリズム等を活用した、作図方法がございます。で、まあ、細かくはご説明いたしませんが、例えば右下でお示ししてますように、机のレイアウトの最適化等も、行うことができます。窓の外がどれくらい見えるのかとか、動線計画が最適化されるものというふうな優先順位を決めまして、で、その優先順位というかパラメータに見合った、案を作ってくれるというようなものでございます。で、ここでお示ししている例、まあ、こう、散布図みたいな形で、それぞれの、成績ですかね、を見ることができまして、だいたいこの左下にあるパレート解って言われる、成績優秀な案を選ぶことによって、で、じゃあ、まあ、ちょっと意外と机を斜めにしてみると、外の眺めも良かったりとか、みんなが、出入り口に行きやすかったりするっていうようなことが、まあ、あんまり人間の感覚だと分かりにくいようなところも提案してくれるというような機能になっております。で、他にも右上にございますように、3ボックスのマス、容積をどれくらい大きく取りたいのかとか、まあ、そういう企画段階で使うようなフィジビリティスタディ用のものも入っておりますので、こちらもぜひ試してみてください。で、こちらは AC コレクションのユーザー様が利用できるようになっております。はい。では続いて、ビームデザインでの公開コンテンツについてお話しいたします。先ほどお見せしたビームのワークフローですね。こちらは、ここの、beam-design.com という、オートデスクが提供している日本向けのポータルサイトに、アップロードされております。今、モデル事業だったりとか、そういったところでビーム実行計画書を作らねばという話があると思うんですが、その情報のやり取りをビームで行うとどうなるのか、そんなところをこれまで議論してきまして、で、ワークフローに合わせたアドオンの提供だったり、テンプレートの整備等も行ってきております。で、実際にアップされているのはこのようなものですね。日本仕様のテンプレートが、前バージョンも含めてアップロードされております。他にもファミリーであったりとか、サンプルモデル。これが、衣装構造設備版で2020のバージョンがアップされております。また、最新版2021に関しては、レビットの最新版をダウンロードしてもらったときに同梱されております。で、様々な更新を行っておりますので、ぜひこの更新履歴等を確認いただきながら、最適なものをインストール、およびダウンロードしてもらえたらいいかなと思います。で、我々の活動ですね、オートディスクは設備 設計ももちろんそうなんですが、その設備自体、メーカーさんともやり取りをしております。そういったときに、最近よく聞くのが、ビム納品、レビットのファミリーを作りたいんだけども、どう作ればいいんでしょうかというところで、ユーザーグループ様の方で、仕様を固めました。で、ファミリーのパラメータもどういうふうに作ればいいのかであったりとか、
あとは、ちょっと細かいんですけれども、冷媒配管とかって、液ガスと気ガスっていう2本、実際はあるところ1本として想定、仮想的に書く。そういったときに、図面上でどういう、符号を振ることで、それぞれのサイズを表現しますか、みたいなところも、メーカーさんと一緒に決めて、同梱しているようなファミリーにも反映しております。はい。では、具体的にサンプルモデルの解説に移ってまいります。特徴はやはり構造、衣装、設備、それぞれが整備されたところです。で、ビルディングタイプは標準的なオフィスビルとなっております。で、一つのモデルというよりも、リンクして構造、衣装、設備、それぞれを作って、リンクするような形で使ってもらっています。で、プロジェクトの構成ですが、衣装、構造、設備、それぞれ違う構成にしております。で、段階的には衣装、構造が大体実施設計ぐらい。で、設備に関しては少し施工図レベルで書き込んでいるかなというようなものになっております。まずは衣装モデルから。右を見ていただくと、ファサードの案が2つあると思います。で、これは実際にこのモデルを設計しているときに、ダクトをがらりに接続する方法が2種類ありまして、で、それを検討している際にデザインオプションというレビットの機能を使いました。で、非常に便利な機能ですので、で、それもそのまま残しております。で、次にマテリアルの集計ですね。いろいろな方法で、部材の拾い出しできるんですけれども、その拾い出しの方法の一例を示しております。また、建具。こちらも、いろいろな作り方があるんですが、今回は、窓の多くをカーテンウォールとして作成しています。で、カーテンウォールとして作った場合の注意点等もございますので、その集計表の作り方もぜひ参照いただけたらと思います。で、一番日本仕様らしいところで言うと、こういったホウキチェック図ですね。仕上げ、半円、冷やし上げ表半円で色分けしております。これカラースキームというレビットの機能を使っておりまして、で、その半円方式をプルダウンで選ぶような形になっています。で、色分けももちろんそうなんですが、建具が持っているパラメータもタグとして見せることで、常時閉鎖式なのかとか、その特定防火設備なのか、そういったタグが図面として成立するようになってますし、防火区画、左下ですね、この赤線で囲っているような区画図も、壁のパラメータを拾ってくる部分と、一部塗りつぶし領域を使うことで、ちゃんとまあ、一番、確認申請でいろいろな部門、設備だったりとかを見るところなんですけれども、見やすい図面ができますよ、というところを示しております。次に構造です。構造はワークフローを整理した際に、基本的に、設計の初期段階からもすでに3次元のモデルがあると。で、3次元のモデルは解析モデルの中に入っているというところが分かってきました。ですので、その解析モデルからワンクリックで、レビットのモデルが生成されたのが左下のデータ変換のみのモデルです。ですので、このモデルを作ることに関しては、ほとんどレビットのオペレーションの技能は必要ありません。で、右側にあるように、杭だったり屋外階段、設備用画台っていうのは別途作成しておりまして、そういった構造って実は一番レビットに取っかかりやすいところかなとも思ってるんですけれども、そういったワークフローも含めて提示しております。で、作った3次元モデルを伏せず軸組み図といった 2D 図面にするようなところもご紹介しています。伏せ図に関しては見上げ図で作って、軸組みに関しては断面図で作っております。で、ベースになる図面ができた後に、その後、寸法タグを配置したりとか、あとは細かい話ですけれども、スラブレベルは選んだ点の高さを出すようなこともできるので、それで、表記したりとか、あとは、断面図のシンボルを消すために、表示限界を1分の1にするとか、まあ、そういった工夫もしております。で、リストに関しては、後で細かく出て、後で一覧で出てきますが、RexJ という、日本仕様でアドオンを開発しておりまして、そのアドオンの、一つの機能として出てきます。で、複数の構造形式に関して対応しておりまして、そういった RexJ での集計表の出し方というところもここで見ていただけたらと。で、集計表自体を生の機能で使うこともできるので、そこに関してはどういった使い方がいいのかというところも示しております。
で、小サイズですね。こういう、ボルト接合っていったところも、図示する必要が出てきますが、必ずしも、全部 3D である必要はないというふうに、ここでは割り切っております。で、国交省で出したビームガイドラインでもそのような記載がありました。で、ここで特筆したいのは、別でオートキャドで書いてそれを貼っ付けているわけではなくて、ちゃんとレビット上で 2D 加筆しているというところです。ですので、従来通りの作図表現がちゃんとレビット上でもできますよというところをここで見ていただけたらなと。で、詳細のビームモデルがある場合には、3D を利用した詳細図ももちろん撮影可能です。次に設備ですね。設備に関しては、スペースが、すごく特徴的な機能なんですけれども、映像モデルの部屋とは別に、こういう設備で必要な、左側にあるような設備方式とか、換気量、熱負荷、そういったものを、持っている、部屋に類するような、ファミリーがあります。で、それを配置することで、右下にあるような諸元情報を活用した集計表を、作ることができております。で、設備といえばこういう、やっぱりダクトだったり配管で、レビットはなかなかそこが書きにくいというふうに言われてきていたんですが、実は、後々でいろいろな作図便利ツールともご用意しているので、十分こういったモデルも書けますよというところを示しております。で、2D 併用するようなところももちろんありますが、ダクトとか、機械の情報をですね、パラメーターとして引っ張ってきて、文字情報として例えば、250ファイとか、吸気とか、基板を振るのではなくて、持っているファミリーの情報をタグで表記するような風になっています。で、色分け等も自動で行いますし、あとは他分野ですね。例えばスリーブズとか、動力登録とか、構造、電気に情報を渡すときに、どういう渡し方がいいのかっていうような例も示しております。で、また、例えば設備、施工図に少し足を踏み込んでいるというふうに申し上げたのは、ダクト拾い表ですね、についても自動で出るようになっております。これは、右のダクト拾い表を見ていただいたらわかるんですが、どの吸気、系統かで、吸気系統で、どのサイズか、150ファイとか200ファイとか、で、それぞれのサイズごとに、長さ、面積を拾うようになっております。ここは、その後いろいろな作り込みできると思うので、ぜひ参考にしていただけたらと。で、系統図に関しても、これは提案ですけれども、ビームらしい 3D 系統図というものも作っております。はい。では、最後のパート。日本酒のレビットエクステンション最新情報等というところで、これまでも2016年から、アップストアというオートデスクの、アドオンを提供しているようなプラットフォームのサイトがあるんですけれども、そこにオートデスクとして、日本向けのアドオンを提供しておりました。で、ジャパンサンプルエクステンション、スタンダードエクステンションっていうところだったんですが、それが3つに分解されて、衣装構造設備に今回から初めて分かれました。で、ここの F1 キーというところ、下で、赤枠で囲ってるんですけれども、ヘルプを表示するようなこともできます。ですので、機能増えてまいりましたので、どんな機能なんだろうと細かく見たいときには、アイコンの上をホバーしてもらって F1 キーを押すと、右にあるようなヘルプが、起動するようになっております。衣装および、基本ツールですね。っていうところが、このレビットエクステンションアーキテクチャに入っております。では、一つ一つ見ていきますが、平均地盤面算出コマンド。これは、地盤面と建物の外周の高さを自動算出して、平均地盤面を算出する根拠図、および根拠式を作成できるようになっております。で、面積表。ここも、床面積の旧跡の根拠式、そういったものが必要になってきますので、そちらが同時に出るようになっております。あとは建具、姿図レイアウト作成ですね。プロジェクト内のすべての建具から建具を拾い出して姿図を作成します。で、それをレイアウトしたような形で建具表が作成できます。また、排煙最高換気チェックですね。居室に対して、最高換気排煙、それぞれ必要な要件ございますので、それが確認申請上、基準法を満たしているか、そういったところをチェックを行うことができます。ここはすごく
フロー自体、もしかしたら、整理する上でも、このヘルプを見てもいただくのがいいのかなと思います。で、よく使うであろう機能ですね。Excel のインポート、エクスポート機能です。で、プロジェクト内のパラメータをすべて使うことができます。なので、これはまあ、衣装に限らず使っていただけるかと思うんですが、例えば、設備で、諸元情報って言われるようなもの、スペース、タイプとして持っております。で、スペースタイプでは1人当たりの外気量とか、なんかいろいろ細かい、集計するための、情報があるんですけれども、それを、例えば、エクスポートして Excel の方で見て、で、右下の Excel の図を見ていただくと、左にわーっと文字列が書いてあります。これが、グローバルユニーク ID と言われて、世界で一つの、文字列になっています。なので、これがタグになって、インポートするときにも何か変更があれば、このユニーク ID を持っているものを直しに行こうというふうに機能するようになっております。ですので、エクスポートして、Excel で編集して、で、インポートして戻すようなことができます。他にも仕上げ表だったり、いろんなところで活用いただけるかなと思います。で、これは、まさに便利機能というところですが、寸法線ですね。通り線をバーって引いたときに、そこに一括で寸法線を引いていくことができます。買い高も同様です。あとは階層フィルター。これはデフォルトの Revit のコアで持っているフィルターですと、カテゴリーでしか集計できないんですけれども、このファミリータイプだったり、ファミリーパーツマテリアルで拾い分けることができます。なので、特定の窓が何個入っているかみたいなところも、集計表で見れるんですけども、この 3D モデル上だったりとかで選択して、それだけを何か編集かけるようなこともできます。で、次が床配置ですね。一面大きな床を作ることは比較的オペレーション簡単なんですけれども、実際にはそれぞれの床が床版として発生します。ですので、梁の間に自動で床を配置するような機能になっております。で、結合調整。ここは、梁とか床とかの切り欠き機能があります。で、その切り欠きの勝ち負けがあるんですけれども、そこに関して結合の優先順位を決められるようになっているツールです。で、かなり細かいところですが、こんな細かいところまで日本仕様化してますよというふうに思っていただけたらいいかなと思うんですが、構造梁と床スラブの隙間を埋めるケースですね、とか、壁と構造柱の隙間を埋めるケースとか、仕上げ面を一定にするために、面を吹かすようなときに、一般モデルのような形で RC を吹かす、そんな機能になっております。で、次が構造支援ツールです。で、旧バージョンと右に並んでいますが、Revit 2020ですと、先ほど申し上げたように JP 構造のタブの中に入っております。で、他にも XJForce Structure とは別に StBridge Link、SS3 マッピングテーブルと、3つアドオンがありますが、基本的には1つのタブに集約されます。で、追加機能も現在開発中です。まずはいろいろなアドオンの基礎になる部分で、マッピングテーブルですね。これは、Revit に入っているパラメーターだったり、ファミリーと、例えば ST ブリッジのパラメーターを合わせる、そういうマッピングするような、アドオンになっております。変換ファミリーの指定などもここで行います。で、そういったマッピングを済ませた上で、先ほど申し上げたように解析モデルから、ST ブリッジを使うことで、Revit のモデルができます。ですので、解析モデル自体は ST ブリッジで渡ってくるものであれば、左にあるズレでも可能です。で、解析を読み込むだけではなくて、その後の、加工情報ですね、を付加するために、様々な、右上にあるような、ディテーリングのツール、日本のツールにも、渡せるようになっております。で、ここに挙げているように構造ソフト、いろいろ構造関連のソフトいっぱいあるんですけれども、それらと情報を密に連携できるようになっております。SS3 はですね、すごくシェアが高いスーパービルド SS3 のシステムさんの製品なんですが、シェアが高いというところもあって、最初に作り込みました。で、差分変換という機能がここではあります。差分変換というのは、モデルを全部変換するのではなくて、変わっている部分だけを変換しますよというような機能です。で、ここは先ほどお話ししたような、付せ図を作るような機能。
で、断面図から、リストを作るような機能。では最後に設備のツールです。左にあるものを今からご説明します。で、右にあるような追加機能も現在、作成中でございます。広い積算ツールですね。国交省ベースのものですので、原則エルボー等は別で拾わず、そのままダクトだったり配管を延長してぶつけた形で長さを拾っております。で、また、部屋ごとに拾いたいというようなご要望もありましたので、部屋の境界で仮想的に分断し、その長さを計測しております。で、左にあるような拾い根拠図も作成可能です。配管補正。こちらはちょっと技術的なんですけれども、配管のタイプによってその速度だったりとかが異なります。ですので、同じような器具がつながった時にも、配管のタイプだったりとか、何につながっているかによってそのサイズが変わってまいります。その定義ファイルを事前に作っておいていただけると、適切なサイズに補正してくれる、そんなツールです。また、転録ダクトですね。ここは、望遠ダクト等、そういうちょっと厚みがあるダクトの表現が、日本だとこういう破線を、かけるようなハッチングのようなものだったので、それを再現いたしました。また、フレキシブルダクト変換。ここもコア機能でもあるんですけれども、そこの、制限を拡張するような形でご提供します。例えば、コア機能では長さに制限がありました。で、それをと、あの、撤廃したのと、右にあるように変換したダクトが最短距離で結ばれてしまいます。ただ、その時に何かに当たったりするようなこともあるので、アドオンではその長さ、経路をなるべく保持して、で変換するようなようになっております。で、付属品の移動。ここは、要望が実はすごく、こういうやり方もあるなと私も気づいたところなんですけれども、エルボをまたいで、普通だったら引っかかってしまうようなところも、付属品がエルボーをまたいで移動できるようになります。で、移動後も GUID だったり要素 ID を保持されるのと、あとは端部に吸着するので、スナップするような形で、作図も便利になってくるし、集計もできる、そんな機能になっております。で、付属品の回転。これは、ジェネリックファミリーの場合は90度しか回転できないんですけれども、それを何度でも、何度単位でも回転できるようにいたしました。また、右は少し細かい機能ではあるんですけれども、2D で作業しているときに、万が一勾配が発生してしまったような時に気づかないので、そういうダクトだとなかなか勾配がかかっているものは、ないだろうというところです。こういったアラート機能を持っています。で、ここが結構ビムらしいというところですが、針を避けるときにどれくらい離角を保って避けますか。そんなところを設定すると、ダクトがくにゃっと曲がってくれる。で、それも回帰対象ありの場合、で、まだそれがない場合、で、回帰対象がリンクの場合に対応しております。で、ここも細かいところをすごく気にしたんですけど、丸目精度というところで、あまり波数が出てくることを皆さん好まないと思いますので、50ミリ単位とか100ミリピッチで一番その距離を保てるような長さ、高さに設定できるようにいたしました。はい。で、これまで説明してまいりましたジャパンエクステンション。こちらはオートデスクアップストアという我々がいろいろなアプリケーションを公開しているプラットフォームでダウンロードいただけます。で、ここに挙げていますように、他にも日本の開発者様、メーカーさんであったりとかが提供しているツールがこういったものでございます。はい。では、画面が変わりまして、こちらが App Store、Autodesk App Store の画面です。で、Revit に関連する様々なアプリケーションを落とせるようになっております。無料のものもいっぱいあるので、ぜひ試してみていただきたいんですが、ここで、Rex というふうに入れますと、Revit エクステンションの建築構造設備のものにアクセスいただけるようになっております。他にも、様々な便利ツールございます。例えば電気設計者の方々向けに世界でよく使われているようなものも、出るようになっておりますし、ぜひぜひ試してみていただけたらと思います。はい。では最後に、今回の連続セミナーでご紹介するパートナーソリューションについて、お話しいたします。
まず ADS-BT Lite for Revit というところで生活産業研究所様の、斜線制限であったり転覆率に知恵をチェックするためのツールでございます。で、ダウンロード先はこちらで、これ私自身も設計業務を行った時に少し使わせてもらったんですけれども、非常に便利で、最初の建物を建てる際にどれくらいの、高さが確保できるのかだったりとか、どういったところが斜線に引っかかるのかというところをレビットの画面上で確認することができるツールでございます。で、次がバスログですね。こちら構造解析に関する回になっておりまして、一貫構造計算のバスログ構造システム様が提供しているツールと、レビットの高い親和性についてご紹介いただける予定です。で、次が株式会社いずみシステム設計様、スタブロ負荷計算 for レビットで、レビット自体にも負荷計算機能は入っているんですけれども、今回ご紹介するのは国内基準の国交省で求めているような計算書のアウトプットも等も含めて、できる、計算出力できるようになっております。で、建築のモデルから必要な情報を抽出して、ほぼ、ワンクリックで負荷計算までいけるというようなところで、非常にこれも親和性が高いソリューションでございます。で、右を見ていただくと、フローですね。レビットの方でスペースだったり、初限の情報を、入れまして、その後、スタブル負荷計算フォーレビットが起動して、負荷計算を実行。で、また計算結果をレビットに戻す。で、その戻ってきた情報等をうまく活用して、次のシークドフォーレビットですね。負荷計算の情報をもとに、適切な機器を選定してくれるようなソフトウェアでございます。質情報と連携して機器選定を行いますし、機器表系統図等を自動作成できるものです。で、選定した機器ファミリーをレビットに自動プロットすることも、できます。では、最後におさらいで、今回のサンプルモデルですね。各、5回ともに、オートデスクのサンプルモデルを参考にしていただけるというところで、どういうふうにそこにアクセスするのかを実際に、ご興味をお見せしたいと思います。まず、ビムデザイン。こちらが最初にご紹介したポータルサイトです。で、下の方に行っていただくと、レビットユーザーグループのサイトがございます。ここのライブラリに、先ほどご紹介したような、サンプルモデル、テンプレート等が整備されております。で、ここで、日本用のサンプルモデルをダウンロードいただくと。で、衣装、構造、設備等ございます。で、上記に通りという形でダウンロードしていただければと思います。はい。それでは、オートデスク株式会社。はい。というわけで、いろいろ質問いただいてありがとうございます。最後の、まとめの部分だけ、ライブでお話ししようかと思います。で、次回以降ですね、6月25日が本日なんですけれども、6月30日、7月2日、4月7日、7月9日、ぜひご参加いただきたいと思います。で、本日のまとめですが、一貫したデータの利活用というところで、国土交通省の主導のもと、ビムの新しい報酬形態などが議論されております。で、今回、結構設備の方であったりとか、構造の方とか、いろんな部門の方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった検討、やはり基本設計段階ってこれまで、とりあえずやっとくぐらいなものだったと思うんですけれども、もっと、こういった早期に、細かい検討をする必要が出てきそう。で、レビット自体でもそういった新機能を追加していっておりますし、ビムデザインという日本向けのポータルで、そういったサンプルであったりとか、テンプレート等を、ご提供しております。で、レビットエクステンションという形で、オートデスク側が最低限ですね、の、機能はご提供しておりますが、それに合わせて各専門分野において、ワークフローをよりスムーズにするためのソリューションというものをご紹介、今後していきたいと思っております。